12月8日、松尾地区市民センターに6カ所目となる福祉まるごと相談室が開設され、オープニングセレモニーが行われました。福祉まるごと相談室は、日々の暮らしで悩んでいることや、誰に相談したらよいかわからないことなど、健康と福祉に関する相談に応じることを目的に開設しています。この取り組みは令和4年度から開始され、松尾地区市民センターで6カ所目の開設になります。松尾、岡和内、浮里地区の関係者など約40人がオープニングセレモニーに参加しました。健康福祉総務課の宇野と申します。よろしくお願いいたします。セレモニーでは最初に竹上市長が挨拶し、各職員にも言っていますが、最初が肝心だと、最初にきちんと対応することが大切だと思います。いろんなことを皆さん方と連携しながらお役に立てるような相談室にしていきたいと思いますと話しました。少しでも皆さん方のお役に立てるような、そんな相談室にしていきたいと思います。続いて、松尾地区市民センターで相談に対応する福祉職、医療職、地域づくり支援職員が紹介されました。杉野と申します。市民センターというのは一番地域の方に近い場所だと思っております。セレモニーの最後には福祉まるごと相談室の看板の除幕式が行われました。福祉まるごと相談室では累計1725件の相談が寄せられています。市民センターで初めての相談室ということですので、皆様が気軽に集っていただいてご相談いただけるような場所になれたらと思いますので、はい、努力してまいります。はい、悩んでいることがあればご相談ください。